呼んでまいりたいと思いますので、どうぞ拍手でお迎えください。まずはこの方から紹介していきましょう。ゴールキーパー背番号1、高木隆弘。どうぞステージへ。端の方からお座りいただきたいと思います。続きまして平川拓真。背番号3、千夜子。続きましてミッドフィルダー背番号4、河合隆二。さらにミッドフィルダー背番号5、ブルード。千夜子さんとブルードさんは隣り合わせに座っていただいてって形で、はい。ゴールキーパー背番号16、イホセン。続きましてフォワード背番号22、三上洋介。ディフェンダー背番号23、山下達也。そして新加入はブロラ大谷からの串引和樹。なおアンドレイ・ジュニオ選手は来日がまだちょっと遅れているため、今日はゲストさせていただきます。はい、さあということでございまして、以上新加入の選手です。改めて皆さん大きな拍手をお送りください。ということでございまして、ちょっと私も顔の見えるようにですね、こちらまで来て来させてもらいたいと思いますが、はい、一人一人ちょっと質問してまいりますので、皆さんしばらくお待ちいただくようなこともあるかと思いますが、はい、大森さん何か。河合さんがちょっと下を向いちゃって、まあちょっと面識がちょっと。河合さんとはもうやっぱり少しあるんで、はい、現役生活も長いだけに大森警察と経験のある選手ですから、もうそれこいつがなんで司会やってるんだと。いやいや、こんにちは、どうも。まあ、いろいろもうスター、北海道じゃもうスターですから。いや私今日、すいません、グッチと申します。すいません、皆さん今日よろしくお願いします、はい、お世話になります。コールミグッチ。グッチよろしくお願いします。はい、もう何言ってんだっていう感じですよね。はい、はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、はい、ということでまずは、高木選手お帰りなさい。そうですね、もうお帰りなさいですよね。本当に多分いろいろ喋りたいことはいっぱいあるんじゃないですかね。じゃあオンステージで今日は2時間を渡します。はい、もう時間はたっぷりありますからね。はい、お帰りなさい。入ってます、ね、入ってます、大丈夫ですね。全然大丈夫。カラオケじゃないんですか。ただいま。おお、まあ、その言葉は待ってましたね。2007年2008年ですか、本当にあの大活躍してくれまして、 J1 の、ね、戦いもしてくれましたが、久しぶりの札幌、はい、チームに合流して、はい、いかがですか。まあ懐かしいというか、はい、懐かしいです。懐かしいというか懐かしい。どうですか、ここに集まってるサポーターを見て。いやー、なんかいいですね、やっぱり。いいですか。はい、いいです、最高ですよね。最高です。札幌ドームどうですか。この雰囲気も懐かしいです。そうですね。今まで、まあ同じ、まあ、東北といいますか新潟にもいらっしゃったんですけれども、やっぱり相当クラブクラブで雰囲気って違うもんでしょうかね。そうですね、まあ僕はいろいろと回ってきたんで、そのクラブのいいところは知ってます、うん、はい。まあ、いろんなところを見てきてあると思うので、はい、まあ、それを還元できるというか、いろんなことを出していけるシーズンになるんじゃないですか、高木選手。ね、もうこっちに引っ越しは。いや、まだあのホテル暮らしです。ホテル暮らし、はい、はい、だからシーズン始まっちゃうとまたね、なかなか引っ越しというのが、ね、そうですね、はい、だと思いますけれども、以前はどこに住んでたんですか。以前は、丸山です。丸山近辺、まあ、おしゃれですね。おしゃれ、おしゃれですね。丸山近辺やっぱり過ごしやすいもんね。そうですね、丸山近辺で外出歩いたりとか見かけられたりとかしました。いや、見かけられたりは別になかったと思うんですけど、はい、ね、新加入の選手これだけ揃いましたけども、はい、札幌のいいとこ、こんなとこだよって教えるとしたら、元いた人間からとすればどこがいいでしょうね、おすすめっていうか。おすすめですか、まあ、何屋さんというよりは、まあ、何屋さんというか、本当なんかみんながあったかくて、
それしかないかい。もうあったかい。人が、人があったかい。人があったかくて。うん。はい。はい、ねえ、今シーズンのちょっと意気込みを一言お願いしたいと思います。そうですね、もちろん、J2 のチャンピオン、狙ってます。はい。ご自身の目標としては同じです。同じ。もう優勝と。今年ですよね。はい。優勝です。優勝で。はい。はい、プライベートの目標としては今ご結婚はまあ僕と一緒ですね、まだね。あ、まだ独身僕とまだ一緒です。してます。あ、してますあ、してますよ。してます。既婚でございますよ。はい、はい。つけ指してちょっと入んなくなる。なかったから。はい。大森さんぐらいですよ。この年齢で。まあ、あ、違うか。まだ大丈夫ですね。はい。いろいろ。まあね、でも本当にぜひ、いい人も連れてきていただいて、北海道のいいところをお勧めしていただければ。はい。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。稲川選手。ようこそ北海道へ。本当そうですよね。サガンから完全移籍という形で。はい、はい、来ていただきました。よろしくお願いします。最初話があったのはいつぐらいだった話だったんでしょうか。年末ですね。うん、はい、はい、北海道どんな、まあ、試合ではねもちろん北海道に来たことあると思いますので、どんなイメージ持ってましたか、コンサドーレを含めて。いや、寒いのかなと思って。どうでした。いや、痛かったです。寒いじゃなくて、もう通り越して顔とか耳とかがもう痛くて。もともとあれ広島出身。広島出身なんですけど、一番長くいたのは、広島です。広島です、はい、はい。じゃあ広島と比べると倍くらい寒いですね。全然違います。はい、全然違いますか。はい、寒さ対策もし、練習の時も相当寒いですからね。こっちに来る前にちゃんとしたブーツを買ってきた。ああ、えらい。滑りました。滑ったんかい。雪道用のね。え、対戦してるコンサドーレっていうのはどんなチームっていうイメージがありました？いや、すごく強くて、そのサポーターの熱気もあって、いいチームだなと思ってました。はい。ちょっと一つ聞きたいんですけど、はい、そのオファーは札幌以外にはあったんです。秘密です。秘密ですか。いや、いろいろあったと思うんですけど、なぜ札幌を選んでくれたかなっていう。いや、もう、一番最初に、やっぱ声かけてくださって、あ、もう断る理由がありませんでした。それ嬉しいですね。嬉しいですね。ありがたいですね。2011年目標は J1 昇格。はい。今体調面は万全です。もう万全です。はい。じゃあご自身の目標としてももうチームに貢献すると。はい。はい。はい。プライベートでは北海道にせっかく来たんで何かやってみたいこととかありますか。まあ海鮮をちょっと。食べたいな。まだ食べては。ジンギスカンだけ食べました。あ、もう食べました。あ、どうでした。あ、海鮮食べました、ね、食べたの。食べた。ね、食べた。ジンギスカンがめちゃくちゃうまかったです。初めて食べたんですけど。はいはいはい。ね、じゃあ海鮮の美味しいところもじゃあ高木さんに教えてもらって。高木さんに、美味しいところもね。いや、今じゃなくていいですよ、はい、これからこれからこれから。で、今とは言いません、はい、後々、はい、これから知ってますからね。知ってますからね、いろいろと。はい、皆さんもぜひ教えてあげてください。海鮮とかの美味しいところに、うちの店うまいよなんてなりましたからね。はい、ぜひよろしくお願いします。ということで2011年、平川さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。さあ、千葉子選手、ようこそ北海道へ。日本語はちょっとだけ。おお、でも最初の挨拶もうまかったですもんね。すごいうまい挨拶でした。知ってる日本語何でもいいのでちょっと、うん、私喋るちょっとだけ。素晴らしい。ちょっと喋れますね。でもまあ、こんにちは、おはよう、ありがとうございます、よろしくお願いします、ね、素晴らしい。イントネーションもいい。でも前は京都にいらっしゃったんですよね。そっか。1年間京都に、はい、京都にいた時と北海道の雰囲気はどうでしょう、違いますか。Diferente, muito frio aqui, né? とても寒い。寒い。寒い。この寒さは耐えられそうですか？この寒さは耐えられそうですか？Com certeza.
もちろんです。京都の祇園とかには行ったことあるんですか？